将棋将棋の先方拒否者横振り、横振り四四角横振り四四角は、将棋の横振りにおける先方の一つ。あと、哲外が取る先方である。横振り四五角の一部の変化として、二八歩同銀四五角の代わりに三八歩、同銀四四角とする手段。江戸時代から存在する指し方である。プロではあまり見られないが、アマチュアでは、 以前から使い手にこの順は研究がなされている。イメージと読みの将棋観によると、この変化は従来の定石書ではほとんど書かれていないという。そしてプロの公式戦では、基本図は1998年以降では3局、刺されており、先手が2勝1敗となっているという。後手が勝利したのは1999年の先手、佐藤義則対後手。 豊川隆広戦で、三八歩同銀四四角以下、七七桂三三金四四飛同金八七歩、八二飛三九金三三桂四六歩二二飛と進んでいる。イメージと読みの将棋館では、そもそも三八歩が通用するかということで、検討している。羽生義晴は四四角に、先手の王手として、八七歩は七六飛七七,七歩七四飛二四、飛七,七七角なりに、 同銀に四飛一五角に三歩二五歩一四歩二四歩一五歩で四五角や七四歩二四歩四六角八二銀七三歩正同銀七四歩六四銀八三飛などで一局七七桂は三三金三六飛二八歩もしくは三三金四四飛同歩八七歩の展開は先手やりたくないとしている七七角同角なり同桂八九角に七五角で 以下八八比なり同金六七角なりは、詰めろにならない。七五角に七六比五三角なり三三歩、以下は二四比七八角なりに一比なりもしくは、七九金三四歩八九金八七歩八五角などの展開としている。佐藤康光は、八七歩は七六比七七歩七四比二四比七七角なりに同型とし、 以下に4比1五角に三歩に五歩1四歩に四歩、1五歩に三歩,歩制同金3六歩は少し後手が、損としている。7七桂に三三金4四比同歩8七歩は、後手が負けるイメージがないとしている。7七角同角なり同桂8九角に、6八玉は7八角なり同玉6八金で、以下8九玉8七歩7九銀同金、同玉8八歩成6八玉とするが、 その後九九と六五カツ三三金では後手が良いと見る。森内俊幸はは先手悪くないとしているが、勝ちに行くならであり、やや後手が無理そうであるという。七七桂に三三金四四飛は、以下同金八七歩八二飛となると、後手が良く、先手ではやる気はしないという。四四角でなく三三角であると、八七歩七六飛七七銀二六飛に七歩で、 先手十分だととしている。谷川孝二は、の展開になれば、先手がまずまずで、の順は八七歩以下、後手八二飛で、先手が二歩得であるが持ちたくないとしている。七七角同角なり同桂八九角六八玉、七八角なり同玉六八金には同玉八、八飛り七八金九九竜六五桂と先手は、行きたいとしている。 渡辺明は、の6八玉の後8七ひなぎでも9九と6、5桂でも先手がよく、プロなら、先手が勝つがアマチュアならば、5手が勝ちそうだとしている。藤井武氏は、8七歩七六飛、7七歩七四飛に四飛、7七角なり同系以下に4飛一五角に3歩、2五歩一四歩に四歩一五歩に、四五角4一角9六歩となると、先手が十分で、 後手が負けるとしている。三三角であると、八七歩七六飛七,七七歩二六飛二七歩二、二四飛同飛同角八四飛で、後手が悪く、二四飛二二二,二飛でも三九金としている。藤井は、このような将棋は自身は、専門外であるが、こうした横取りは、江戸時代から刺されているため、誰も知らない荒手が隠れているとは考えにくいとしている。なお、 三八同銀に二八歩はに四飛三三角に一ひなりという変化が有力。二四飛に二二二銀や三三桂と桂馬を守るのは二八飛と歩を払われる。従って三三角と攻め合う一手であるが、それには構わずに一ひなりで、桂ツを取りながらの二一ひなりが実現すれば、先手よしで次の二四桂が厳しいほか、小手が攻め込んできても、 飛車の位置によっては三一流同金三三角と、大手飛車を狙うことができる。二一ひなりに対して後手からは八八角なりか八、八ひなりが考えられる。八八角なり同金同ひなり三一流で、三一流を同金と取ると三三角で、八八ひなり同金同馬だが、そこで二四桂の攻めが早い。四一金には八二歩で、同銀には八四飛で十分。 2 4系2 2 2場ならば、3 2系なり。以下の一例は同馬11竜22銀36、郝11銀3に構成となる。ありがとうございます。